はい、皆さんこんにちは。フィギュアウトライフの良平です。今年一発目のアマゾンタイムセールが始まりましたね。今回は結構いろんな商品が安くなっています。僕が確認した中では最大 52% オフの最高にいいものが販売されていました。最近僕もよく言ってるんですが、なるべく安く買うためにはこういったセールをね、うまく使ってキャンプ道具購入していくのがいいのかなと思います。というわけで早速僕の方でめちゃくちゃコストパフォーマンスがいいもの10個くらいをね、もうね本当に間違いのない、しっかりね過去の最低価格から割引率まで考えてもう最高のアイテム選びましたので、もう僕のことを信じて皆さんついてきてください。それでは確認していきましょう。はい、じゃあまず一つ目、こちらですね。テント、キャンプには絶対必要なテントなんですけど、トモウントのワンポールテントっていうことで、こちらの価格定価が 22,800円なんですけど、なんと 15,990円ということで、まあ約 16,000円ですね。これ 30% オフとなってます。でこの価格めちゃくちゃ安いんですけど、過去に一瞬だけ9997円っていうね破格で販売されていたことがあるんですよ。ただこの値段で入手するっていうことはおそらくもうねないんじゃないかなって予想されます。ただタイムセールによる販売価格としてはもう過去最安値なんですよね。でこれまでのタイムセールでの販売価格で一番安かったっていうのは 15,900円でした。なので90円の差額しかないので、もし買うならねもう今しかないなと思います。でこのテントの特徴的なところは、素材が焚き火に強いポリコットンであって、しかもこの価格なのにスカートがついてて、しかもインナーテントまで付属してくると、これはねめちゃくちゃいいなと思います。で薪ストーブも使い方によっては入れることができるので、そういった点もおすすめできるテントになります。でこのテントは前も後ろもファスナーがついてるんで、夏は涼しく過ごせるし、冬はこのスカートのおかげで暖かく過ごせるという、まあ、オールシーズンのテントになってますね。だからコスト面で言うと、パンダ TC とかパンダ TC プラス、これを検討している方にはもう絶対このトモウントのワンポールテント一緒に検討してみるのがいいんじゃないかなと思います。もうとにかく値段は安いので、気になっている方はこの際にね購入するのいいと思います。はい、じゃあ次、はい、次はワンティグリスの、まあ、ハンモック用のホットテントなんですけど、これの価格が、定価が 19,799円、これが 16,829円となっていて、過去1年間くらいのデータ見ても 15% オフっていう最安値を記録しています。今これ系のねハンモックに使うテント欲しいなと思っている方は非常にお買い得だと思います。で一番の特徴っていうのは、ハンモックって言ってるんですけど、そう吊り下げ式のテントになっているので、ハンモックに使えると、しかも薪ストーブも使えるっていうところがいいですよね。煙突穴は2つもついてます。でサイズも大きめなんですけど、重量は 3.1kg とね軽量なので、持ち運びにも非常に便利です。スカートもついてるので、冬季の使用はね、この冬の時期使うにはもう最高のテントだと思います。でポール自体は自分で準備する必要があるんですけど、そのポールを使って立てることもできるっていうことで、まあ、その状況状況に合った設営もできるし、もちろんハンモックじゃなくてもねコットとかでも使うことができるっていうのがいいテントですね。今買えばもう過去一の最安値なので、価格機能性能をカバーしたテントが欲しい方はこれめちゃくちゃいいなと思います。インナーテントはついていないので、それは準備する必要があるかなっていう感じですね。はい、じゃあ次で最初の2つテントでめちゃくちゃ安いものを紹介させていただいたんですが、次は焚き火部門の方になります。もう焚き火はこちらですね。ちょっと読み方ね全然わかんないんですけど、ウォルフヨックっていうんですかね、ちょっと読み方全然わかんないんですけど、とにかくピコグリルみたいな、まあ、パチグリルとかってよく言われてますね。これのすごいところは3580円っていうのが2208円となんと 38% オフっていうね、もう驚異の値下げ幅を記録しています。でコンパクトでバックパックに収まるねコストパフォーマンス抜群の焚き火台なんですけど、地面から高さがあるので芝サイトでも結構安心して使える焚き火台です。一般的にはパチグリルっていう呼び名がついてるこの形状なんですけど、ソロキャンプで使うには十分な大きさで、最初の1台とかお試しの1台にはね最適な初心者におすすめできる焚き火台となってます。で最安でそれなりの焚き火台探している方にはもう最適解となることはもう間違いないと思います。ただこの安さなので少しの歪みとか初期不良はまあご愛嬌かなっていう感じですね。でちなみになんですけど、安さだけを追求した、焚き火台、これはカーベイビーっていうところの焚き火台で、こ
これなんとですね、1759円で売ってるんですよ。もう安さだけで言えば、こちらの焚き火台間違いなく安いので、これでもいいのかなっていう気はします。はい、次も焚き火台ですね。で、次の焚き火台は、東京クラフトさんのマクライトっていう焚き火台。こちらはですね、なんとこれも驚異の 23% オフってことで、過去の最安値を記録してます。で、特徴は折りたたみ式でかなりコンパクトで、デザイン性も高いっていうところが、もう発売当初から非常に話題となった有名な焚き火台ですね。で、バックパックに収まる大きさでありながらも、組み立てると大きめな焚き火台となって、30センチから40センチほどのね、大きめの薪を乗せても、重心が中心によるほど、強度が増すような設計になってるっていうのがポイントです。で、ソロではもちろん複数人の使用でも十分使えるっていう折りたたみ式の焚き火台になってます。で、焚き火調理でも2段階の五徳位置調整が可能で、使用後の灰とか炭の処理も簡単にできるように細かな配慮がされています。で、なんでこのような細かい配慮ができてるのかっていうと、有名なキャンプ系チャンネルのタナチャンネルさんが運営されてるブランドということで、もう豊富な経験から設計されたっていう、もう間違いのない一品ですね。なので、この安くなっている機会に手に入れておくのはありだと思います。はい、では次。で、お次は焚き火台の紹介は終わって、リフレクター部門、ウィンドスクリーンですね。で、このリフレクター、定価が5280円が、なんと3582円という風になってます。だから、32% オフですよね。で、過去最安値っていうのは3210円で、現在との差額はもう200円差っていうことで、十分お買い得と言えますね。で、この寒い時期に行う焚き火台では、やっぱリフレクターとかウィンドスクリーンと呼ばれるこのアイテムは必需品となってます。で、特に黒いものに関しては、デザインを統一されている方には最高のキャンプギアになるんじゃないかなっていう感じですね。で、この値段で購入できるのはね、もう非常にお買い得だと思いますので、しかもサイズもいろいろあります。だから自分の移動手段とか本体重量ね、全部考慮して選択できるっていうのもありがたい商品です。で、これね、Amazon のレビューとかを見てみると、バリに関することとか、あと重量がね、重すぎたっていうことを挙げられてますので、気になる方はその辺をね、十分自分の用途をね、考えて購入する必要があるかなっていう感じです。では次。はい、次はランタン部門ですね。ランタン部門で一番コストパフォーマンスいいなと思ったのがこちらです。ファンロギーランタン。ちょっとね、なんていうのかこれもわかんないんですけど、とにかく LED ランタン。価格が5980円のランタンが、もう驚異の3980円ってことで、33% オフになっています。これもね、過去最安値を記録してますね。もうこれの特徴としては、おしゃれで、家でもね、部屋から部屋に移動するときとかに使える、そんな便利なランタンとなりそうです。で、明るさも220ルーメンで、360度柔らかな光を照らしてくれるっていうことで、バッテリーはね、4000ミリアンペアはあるので、もう必要十分だと思います。で、質感にもこだわりがあるみたいで、ハンドルにはアイアンを使ってるそうです。おしゃれに気を使ってる方で、コンパクト、軽量にこだわらないっていう方は、一味違ったデザインのこのランタン、おすすめですね。で、ホワイトだけではなくて、少し値段上がるんですけど、ブラックも用意されてるっていうことで、ご自身のサイトに合ったもの、家の雰囲気に合ったもの、選べるのが嬉しいところですね。はい、では次。はい、じゃあこれまで紹介してきたのは、テント、焚き火台、あとリフレクター、ランタンということで、キャンプにね、絶対必要なものを紹介してきたんですけど、キャンプに絶対必要なもので、かつね、一番コストパフォーマンスがいいものを紹介させていただいたんですけど、次からはもうその他っていうことで、あったらいいなとか、ちょっとこれ面白いなっていうもの、そういったものを選択していました。といっても、今一番コストパフォーマンスいいものをご紹介するので、これも引き続きチェックしていただけると嬉しいなと思います。それでは行ってみましょう。で、この薪ストーブなんですけど、ちょっとね、ブランド読み方わかんないんですが、価格がね、7633円で 15% オフってことになってます。で、これの面白いのが、今はクーポンがついていて、1000円オフで購入することができます。なので、6633円で購入することができる。これはね、過去最安値と言えます。で、動画でも、キャンプ系 YouTuber のね、もう福さんがこれ系の小さい薪ストーブ紹介されてるんですけど、もう今ならめちゃくちゃ格安で購入できます。この形状とか大きさの薪ストーブ、その大きさから観賞用として使われることが多くて、
て、暖房としての能力とか使いやすさはほぼないと言っていいんじゃないかなっていう感じなんですけど、まあ、小さくて可愛いこのシルエット、これがねもう母性とか父性を満たしてくれるんじゃないかなっていうくらいのなんか愛おしさをね感じる、そんな癒しをくれる焚き火台になってるのかなと思います。小さなシルエットと小さな炎に癒されるっていうね、そういうアイテムですね。通常価格だとこれ購入しようかなっていう気持ちにはなかなかなりづらいと思うんですけど、まあ、今のねこの6633円はもう破格だと思いますので、これだけ安く買えるなら今購入するのもありよりのありだとね僕は思いますね。で、庭キャンとかバーベキューなどで使う機会がありそうです。はい、じゃあ次。はい、じゃあ次はね、もう皆さん知ってる方も多いと思いますが、ネイチャーハイクのダウンパンツっていうことで、これ800フィルパワー、800FP というところです。で、価格なんですけど、L サイズを選択してあげると、とりあえず定価は7990円。これが 20% オフになって6392円っていうね、これもね、過去最安値を記録してます。なので、もしキャンプとかお家で足が冷えて困ってるよっていう方は、これおすすめですね。ダウンパンツでコンパクトに収納することができる上に、この価格で驚異の800フィルパワーっていうね、もう他メーカーには絶対真似できないコストパフォーマンスを発揮してます。ただ焚き火には弱い素材なので、キノコには十分注意が必要ですね。はい、じゃあ次の商品なんですけど、チルキャンピングのフィールドラックですね。こちらの価格がまたすごくて、定価1980円のものが7182円っていうね、驚異の 35% オフです。しかもラックが2段ついてて、天板が1枚、収納袋までついてくると。で、これはね、もうおしゃれキャンパーと呼ばれる 80% くらいのね、方が所有してそうなラックですよね。で、まだ持ってない方で気になってるっていう方は、もう今入手するっていうのがありよりのありです。過去最安値は1年ほど前に、一時期だけね、本当に一瞬だけ6695円っていう変な価格を記録してるんですけど、この価格になることはもうほぼほぼないと思います。で、差額も500円ほどなので、欲しかった方もう間違いなく今が買いです。で、ちなみになんですけど、これ天板のないバージョンがあるんですよね。で、この天板のないバージョンは 35% オフの6192円で販売されてますので、安さを求めるのであればこれもね全然ありだと思います。じゃあ次。はい、最後はこちらですね。これ一番安いです。これね、一番割引の率がすごいです。こちらはですね、クイックキャンプのファイアスタンドっていうところで、定価5980円から2890円というね、驚異の 52% オフという、過去の最安値を2倍くらい上回る低価格を記録しています。もう最強にコスパがいいですね。で、全体的にこのブラックで仕上げられた程よい大きさの焚き火台用ごとくっていうところで、塗装自体は焼き付け塗装なので、かなりしっかりしてると思われます。もちろんね、この焚き火台のごとくとしてではなくて、テーブルとしてもね、使い勝手いいんじゃないかなっていう感じです。評価も非常に高いので、手に入れるならもう今しかないという感じのキャンプギアになっています。こんな感じですね。ごとくとしても使えるし、テーブルとしても使えて、コンパクトに収納できるっていうのはいいですね。はい、はい、というわけでいかがだったでしょうか。もういろんな商品ね、本当に安く売られています。で、今回僕が選択したのは本当に割引率がめちゃくちゃ高くて、あとコストパフォーマンスもすごいいいものばかり選んでみました。本当過去最安値を記録しているものがめちゃくちゃ多いです。で、今回僕はきちっと調べて、過去の値段もねしっかり全期間調べてます。なので皆さん、僕のことを信じて気になったキャンプ道具購入してみてください。損はしないと思います。で、今回のこのタイムセール2月の5日までっていうことで、気になる商品があれば全て概要欄の方に記載してありますので、そこからAmazon のリンクにね取ることができます。もし気になった商品はその概要欄の方からチェックしてみてください。というわけで、今回の動画は以上となります。もしこの動画が良かったという方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画からライブ配信でお会いしましょう。したけ。